じゃあプロトリーフチャンネルです。今日は、長部の、アテナータの斑入りが入ってきたので、これをちょっと、土で、植え込みを、植え付けをしてみたいと思います。でまず、通常通りですね、器ですね、器の中に、鉢底石を引いていきます。でこの器、穴がしっかり開いているようなものですね、こういったもので植えていきます。鉢底石を引いた中にまずは培養土です。これを 3,4 センチ引いていきます。土はなるべく乾いているものを使ってください。で植える多肉植物も、もし、雨などが当たっていて根鉢が濡れているようでしたら、それがしっかり乾いてから、こういった植え付け作業を、やってあげてください。多肉植物は水分が多い時に植え付け作業などをしてしまうと、そのまま根っこが腐ってしまうことがありますので、注意してください。これはちょっと、ハイドロカルチャーで割っているので、まずはハイドロボールを取っていきます。ハイドロボールを削っていくと根っことしてはこんな状態になっています。全てのハイドロボールを強引に取らなくても全然問題はないですので、ある程度、軽く落としていただければと思います。で、こういう状態になっていますね。でこれで、植え付けをしていきます。先ほど土を入れたところにポトンと落としていただいて、でもあとはこれを苗を固定するような感じで周りから土を入れていきます。ある程度入れたところで、割り箸など、棒でこう周りの土を突き固めてしっかりと固定していきます。感じで固定されればもうこれで、作業としては完了です。あとは、お水をあげていただければ大丈夫だと思います。で品種によっては植え替えをした後に直後にですね、水をあげてしまうと腐ってしまうものもありますので、そういったものは若干ですね、乾かし期間を設けてからお水をたっぷりとあげてください。お水のあげ方は通常の観葉植物と同じようにあげるときはたっぷりと、鉢底から水が抜けるくらいまでたっぷりとあげてください。でその時にこういった活力剤ですね、で、こういったものをあげていただくとより葉っぱの色艶が、良くなってきますので、試してみてください。